こんにちは。やっとエンディング産業展が終わりました。そして久しぶりの YouTube をアップロードです。ちょっとね、本当に忙しくてバタバタしてました。有限会社 YEY 死に方改革旅のデザイナーの和田でございます。ちょっとね、私もエンディング産業展で日本創造文化学会というところの、常任理事をやってますので、そこのお手伝いをさせていただきまして、毎回なんですけれど、そこで、人との交流を考えながらやってました。で、今日ね、この前ね、面白い会社って言っちゃいけないんですけど、葬儀の文化というのはもちろん皆さんあるのはご存知だと思います。で、日本は仮想の文化もいつから来たのかとか、そんなのいろいろとあります。葬儀とかお寺とか仮想だけじゃなくて、お寺さんが持つ、もうお寺さんだけじゃないんですけれど、皆さんがご葬儀で使われるお数珠にも文化があるんですよ、実は。で、たまたまね、もうこれ何回もご出展されている方々なんですけれど、やっとちょっとお話しすることができたんですよ。ここ、神戸って書いて神戸と呼びます。神戸数珠展。で、ちょっとここのスタッフ、営業の方とちょっとお話して、お数珠の文化っていうのはあるんですよねって、歴史があることですから、どういう時代から入ってきてて、中国からこの仏教、実際はインドから中国経由日本に入ってきて、この数珠は何なのかとか、煩悩の数があって108個があったり、その数があったり関係なかったりとか、いろいろとあるんだなとか、あと房が、黒なのか白なのか色物なのかって、これもまた時代によって変わってきて、これにもまた意味があるとか、そういうことをちょっとお話を伺ったんですよ。で、お数珠と念珠の違いっていうのも、意外と言葉だけじゃないっていうのが分かったんですよ。数がきちんと決まってるのが数珠だとかね、そういうのが決められてるっていうのが、そこでね、ちょっと担当者とお話して、これ神戸お数珠展、数珠展っていうところですね。皆様ね、本当にこれから、葬儀というのはなか少なくなってくると思いながら増える時代なんですが、一度こういう仏壇や数珠を扱っている専門家にどういうものがふさわしいか伺ってみるとよろしいです、ね。聞くのは全く恥じゃありませんし、私たちだって葬儀の文化を研究していながら、こういうところ盲点になってしまうのが結構あるんですよ。ここ京都の神戸数珠展さんです。インスタグラムもやってますし、ちょっと後でどっかに貼り付けておきますし、このね、数ロザリオみたいなものが数珠というんですよ。数が決まってるものね。そういうのを伺って、ああなるほどねという話をちょっと伺ったところ、ご紹介いたしてます。以上でございます。ありがとうございました。